はい。えー、さて、やってきました。えー、気づきのパラダイス、聞くカウンセリングセラピーの時間です。今日は、えー、<laughs> みーちゃんとゆきちゃんと3人で番組を進めていきたいと思いますけれども、先週まで、えー、かずねさんの、はい。恐れを手放すと自由になれる、うん。の本のご紹介をしていったんですけれども。ああ、よかったですよかったよね。 あのー、お本当にね多くの反響もらったの、うん、メッセージ来てそのあの一ヶ月待ちなんですってねアマゾンあそうなんですかそうそうそうあ結構ねあのほん本当ってあるわけよほ本当<ん>カードってあるわけ本当カードはい、うん、これあのー、何ジュンク堂とか、うん、その全国でも買えるし。 あのそのそカード使えるところがないんだけれどもその沖縄では順駆堂だけかなそこのこう会員カードをこう、うん、持ってたら、うん、あのそこからね本の取り寄せができるわけ順、うんうん、駆堂から、うん、でそしたらあの10日もかからないでくる。へ<ー>、うん 優先的に変えるっていうメリットがあるから<ー>ぜひぜひフォントカードを作られてそこからねいろんな本が取り寄せられるから、うんうん、いいかなと思うんですけれども、うん、早めにこう手元に届くんではないかなと思ってます。そこで、えっと、今日は、えー、因果応報、うん 私大好きな、ちょっと引き寄せにも匹敵するんだけれども、これね、みーちゃんと今日話してたんだよね、うん、因果応報についてね。はい。うん、因果応報は引き寄せと一緒なんですかあの、違うんだけれどもね、うん、違うんだけれども、私の中で性質は一緒なの。うーんうん その、あの、ちょっとね、こう、うん、早速みーちゃんと今日会ってからすぐ、すごいもう恩恵いただいてるっていう話をしながら、うん、で、またみーちゃんと話しながら、えー、みーちゃんそれ、因果応報働かないって言って幸せになれるかねっていう話をしてたんだけど、<laughs> でも彼女は大丈夫。私幸せって言うから、<laughs> いいのかなと思いながら。<laughs> で、そのあの、因果応報の働き方、あとは、こう、引き寄せの仕方 うん。そういったものをね、ちょっとお話ししようかなと思うんですけれども。うん、はい。早速、ツイキャス、イーサーさん、えヒ、ー、ラさん、ユキちゃん。影の方、今こんにちは, <laughs> は。<laughs> こんにちは。ミーちゃんね。<laughs> そう。はい。もう、イーサーさんも誰かがわかってるだけにおかしくなってしまうんだけれども。<laughs> はい。ということで、えー、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは76、761、アットマーク、fmkoda.jp。 ファックスは098-934-8653。また、FM コザでは Ustream とツイキャスで映像と音声を配信しております。えー、FM コザのホームページから見ることができますので、そちらも、うん、お楽しみください。お気軽にコメントくださいませ。それでは番組が始まる前に、ここで素敵な曲をお届けしたいと思います。 はい、えー、ただいま1時8分を回っております。はい、えー、気づきのパラダイス、聞くカウンセリングセラピーの時間です。はい、はい、今日は、因果応報についてちょっとこうお話をねしたいと思うんですけれども、はいこう、あのね、因果応報ってあるんですかっていう質問多いよ。こ、うんうん、こののそこにこう伴うのがねやっぱ やってしまったその罪悪感からだと思うんだけれども、うん、それを恐れてだと思うんだけれども、うん、その因果応報は働くかってその、うん、私的なこう考えで言わせてもらったらそれが正しいとか正しくないとかがわからないんだけれども、はい、その因果応報はその私たちのこう人間の力では行動することがもうできないと思うわけよ。うんそのお 私一度ねこう「カルマの法則は働くか」って「はい、カルマってあると思うか?」っていうその自分で問いただした時に、うん、それをこうあるアメリカのねこう女の子に聞いたわけ、はい、そしたらこう「あそれはもうイエスよ」って「うん、あると思う?」って、うん、その人をこう何苦しめたならばその時を変え 超えて、その時を変えて、人を変えて、出来事を変えて、必ずこう苦しみが待ってると思うっていう話があったわけ。あのゴー、あ、カルマと因果応報は一緒ですか？うん、性質は一緒だと思う。うん、私も因果応報なら普通にあると思います。うん、あのカルマって、私の認識の中で、そのその時に、その生まれ、あ、その時に。 えっと、できなかったあの落第科目のようなもんだと私は思ってるわけよ。カルマをこう引っ張るエネルギーを引っ張る例えばこの人が憎いと思って憎しみながらその人との関係終わってしまったら、うん、その時をこう変えて、うん、それがこう何また別の形で。 行っていくそこでクリアできなかった課題が、うんうん、をもう一回こうやり直さなければならないっていうそのことだと思うわけよ。うんうん、で、そうした中で、非常にまた似たる性質が引き寄せだなって思うことがあるわけ。うんうん、で、私ね、こう、その、なんでこうそう思うかって言ったら、まあ、自分の体験もそうなんだけれども、その、カウンセラーをして10年でしょ 4000、5000、5000ないぐらいの人たちの相談を受けている中で、はい、本当にこう、人を苦しめた人、うんうん、幸せにならないんだなっていうのを、うんうん、幸せになれないんだなって、うん、そこに気づくまでね、うんうん、その分かり合うまでね。だからこう どうしたらいいですか?」って来られた時に例えばこう「やったやられたしたされた」うん「言った言われた」うんうん、こうそんなことがこう、うん、たくさんそんなことを言われるわけよ、うん、でその女性側は大体こう被害者意識がねやっぱ感情の生き物だから被害者意識がすごく強い中でその男性側ってどっちかって言ったら罪悪感、うんうん、がそので どこまでもこう、うん、罪悪感がこう人の卑怯さを育てていくと思うわけ<ー>、うん、でそうした中でそのやっぱいがみ合いがあるでしょでそれに対してその女性は言うわけよ、うんうん、こういうことされたああいうことされたって、うん、でそれずっと聞いてるうちにでもその苦しみの中にあるうちは 苦ししいわけでしょ胸の中が、はい、だから本当に幸せになれないんだなーって、うん、幸せあなた、幸せって自分を大切にしてるって聞いたらやっぱり止まられるもん、ぴってうん、うん、大切にしてないかもって、うんうん、だって苦しいのにって、うん、でもね、一度ね、みーちゃんね、はいうん、背中島でそのすごい私、苦しい時に二人で座ってたんだよね。う どんなやってこの胸の痛みを取ったらいいのかがわからないときに不思議予選人が来たかと思ったよねおばあちゃん80ぐらいのおばあちゃんかなさっとねそういっぱい並んでるよここに人は海見てたんだよね海見ながら話してたんだよねそしたらもう本当だいぶおばあちゃんよねかなりおばあちゃんがいきなりさっと来て話しかけてきてね座り込んだんだよね私たちの横に。 うん、でなぜかわからないけどその人を殺し合う戦争の時の話をされててもともとそのおばあちゃん瀬長島に住んでたって言ってて、うんうん、でその日本軍がその来てそこを長島を基地にするからみんな出て行けって言っても世島に住んでる人たちその日の夜には全部荷物も持たずに出ていかないといけなかったって。 で,でもほらもう食べ物がないわけよ、うん、でその食べ物を取りに行こうかっていう時にね、うん、もしかしたら殺されるかもしれないって言ってその何前と後ろにこう段ボールだったなんか言ってたよね名前,を、うん、名前と、うん、そのここにいるからって、うん、もし私が死んでこれを見つけたら、うん、遺体を見つけたらここまで親元まで届けてくださいって、うん、そのいうそのメッセージを首につけて。はいうん お米と味噌を取りに行ったっったて言ったかなんなんか取りに行って、うん、そのあなたそのお友達に誘われてね「うん、あなたが行かないならその私一人で行く」って言ったから私もでも一人で行かせるわけにはいかないからって言ってそうやって行ったことがあるよって、うん、でそのその後にそのやっぱアメリカ軍がね、うん、こう飛行機撃ち落とされて、うん、背中島でこう墜落して、うん、それをこうみんなでこうまた。 あなたたちが悪いんだよみたいな感じでそうなにいしめてしまったっていうお話をされるわけよなぜ、うん、か。うん、でその時にこう本当に辛い体験をねしたんだなって、うん、苦しかっただろうなってそのいしめてしまったその経緯、うん、とかそのなんで私がこんな目にっていう気持ちとかでそれでもこう。 その海をこう次男の息子さんに連れられて海を眺めに来たんだよね、うん、その当時思い出すように、うん、でそうした時に私ふとねこう「おばあちゃんそのほらそんな辛い体験をしてそのおばあちゃん幸せ?」って聞いた時に私何にも自分のことなんか話してないよ、うん、話してないけどその「神様はねあなた一人だけにその苦しい思いだったその、うん、苦しい思いはさせないよ」って。 言われた時にねもう泣,き泣いてね必ずした方もこう苦しみを味わわないといけないんだよって言うわけ、うん、で辛くなったらこの海を見なさいねっていう言葉残して帰りよったよね、うんうん、その次男の車に乗って帰られたんだけどさ、うん、その時にそのあそうなのかなって、うん、あのおばあちゃんの言葉はね大きくてからねう,んもうあ 自分がこう何苦しみをこう味合わせたらその同じその違う形で苦しみを味わわないといけないんだって、うん、分かってはいたけれども、うん、なんとなくそんなことは知っていたけれども、うん、改めてねそ,のそうなのかなって思ってからそのまた不思議よねその後すぐなんかチラシを持ってきたんだよね。 おばさんがあ持ってきてたもなんかチラシを持ってて、うん、そのチラシにこう「あなたの苦しみはもうやがて終わります」と書いてあったん <laughs>、ね、<laughs> なんかあったねでその <laughs> そのね1週間後には本当に苦しみがなくなる <laughs> ほほん <laughs> <laughs> に不思議だなって思ったけどねうん,うんそのそういうことがなんかこう人伝いにこう言葉を いろんな言葉をくれてるっていうのがあって、うん、そこに気づけるか、気づけないかだと思うわけよ。で、私自身、その、何、あ、じゃあ、こう、私が実際こう苦しめた人たちに対して、その、カルマを考えるならば、その、来世にまで、その、生まれ変わってまで、こう、同じようなね、その、因果関係は、こう、作って。 残してておきたくないと思って、うん、そのカルマについてずっとこう調べた時にそのアメリカのお友達がね「そのリュウちゃんこれ信じる?」って「カルマって信じる?」っていう話があった時に「いやうん」んって「そうかな?」って思うけどって自信がない感じ、うん、でも彼女ははっきり自分の体験から言って「そのイエスよ」ってであ「じゃあやっぱりこうそうかもしれん」って思ったのよ。そしたらねあの 何私の中でそのじゃあどうしたらこのカルマをそのカルマというものがあるなら生まれ変わってそのた時に同じようなその因果関係憎しみ合戦批判合戦その仲違い合戦そんなのをこうやらないでいいのかなってで,でもその本当ならの,の喧嘩した。 相手とひがみ合った相手とちゃんと向き合ってその相手を責めるわけでもなく自分を責めるわけでもなく非を認め合うのが一番って言われるわけよ。うんうん、で,でも相手がこうほら和解に応じなかったら相手が拒否し続けたら、うん、そ,のそれは一人で一人で,でもその何非を認める。 うん、こうその時の出来事を考えてその時の何言いたかったこと、うん、言われたこと考えてそのどちらが悪いいいとかではなくて非を認め合うのが一番だよって、うんうん、そうすることでその心の中のこう古い心の傷っていうのはこう癒されていくよっていうお話を聞いて、うん、それを、ね、ひたすらして1週間やったと思う。うん、で すごく楽になった記憶があるあ<ー>、うん、だからおばあちゃんが言ったことをそのチラシ、うん、見てそ,のそしたらこう何それをでアメリカのお友達から話聞いたことでじゃあそれやってみようと言って1週間たって、うん、それからがこう変わり始めた。これは相手が、うん 日を認めないとしても、李さんが自分の日を認めるようにしたってことですか。うん、そう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 、自分自身本当だったら、こう。うん、向かい合ってちゃんと話した方がいいんだって。はいうん、うん、それ上手よね、みいちゃん。<laughs> <laughs> しかも笑い話で忘わせるから <laughs> なんか含みがありそうですそそそそううううやってやっぱりね自分のこう自分は悪くないって言ってるうちは相手が悪いでしょ、うんうん、で,でも、今さらこうやって言えないはそれは自分の中の問題でしょそうじゃなくってその人間関係こうお互いが互いで作っていくわけだからだって私、この年になってさもうあのいがみ合ったまま終わりたくないもん。 この世を喧嘩したくないしねね喧嘩喧嘩で終わりたくないしっていうところがあるんだけどちょっとここで素敵なメール来てますけどね呼んでいいですかいいよイーサーさんからです日賀さん、ゆきちゃん、謎の女子リスナーの皆さんこのツアーイーサーです今日のテーマ因果法。 あ王報、うん、前世の良い行い、悪い行いが、現世に影響を与えるという仏教界の言葉ですが、うんうん、自分にも因果応報ということがあるんじゃないかと感じることもありますね。うん、生まれ変わったらまた出会いたいと思っていても、出会うタイミングが違い、違う人生を歩んでしまっていたりと、うん、現世で過ちを起こさなければ、来世で結ばれるかもしれないけど、うん、どうしても出会ってしまったならば、思いは抑えられない。 と思うんですよ自分が良くても周りにいる人たちを欺いてしまうわけで、うん、いけないことと分かってはいるけど、うん、どうしようもないんですそんな思いって比嘉さんはどう思いますか、はいえっと、これは恋愛っぽいですよねもしこうねそれこそさっき美ちゃんと話してきたけれどもこ,のこれが例えばこういけない行為、うん、であった時にと うんなんでこうあもう単刀直入に言えば不倫、うんうん、とかいう場合に、うん、そのずっと考えてからさなんでいけないのかって思ったら一人も幸せになる人がおらんから例えばそうお互いもその感情の中でさ、うん、その 例えばこう片方はそうしている方は多分罪悪感があると思うわけ、うん、そのされている方は嫉妬心が芽生えると思うわけとも、うん、にこういいその何心をこう罪悪感と嫉妬心だったらねその苦しめるものでしょ、うん、でも本当にこう好き って言ったらどっっっっちかって言ったらうやん、うんうん、見えなくなってしまうからそのおーそう自分で自分の感情をコントロールができなくなってしまうと思うわけよ。うん、でもその何それはこう自分たちのその欲というその不定でただの不定であるんだろうなって感じたことがある。 イーサーさん <laughs>、うん、その自分自身の経験上よ。うんうん、でだけどこう私ね思ったんだけどそのだからって言ってそ,の何そこでこうほらじゃあもう勉強だったって言って、うん、こうもう勉強だったと思うって人生の自分のこうお何人生の勉強だったと思うってじゃあってこう終わると諦めるとするじゃない。うんうん で諦めるときに諦めたときにあとはこちらの問題だからね、うん、すごくこう一緒にいても来るしいその離れても来るしあとはもう自分で自分の感情のコントロールになっていくとは思うんだけれども私の中ではこう片思いっていうのがね一番純粋な行為じゃないかなとは思うんだけどね、うんうん、そんな感じの意見かも。 どう思うってで確かにこうんか自分が私が思うには自分がやったことがストレートにこうそ,のそのまんま受け取るっていうイメージだわけ、うんうん、それがカルマだったら自分がこうやってしまったことがその何こう解決ができなかったこと、うん、自分自身がそ,のそれをこう,うまくやりこなせなかったことがその 何来世でまた起こりえるっていう感覚だわけよなんか性質は非常に似ていると思うわけただほら七徳って言って自分がやったそのいい行いをやったら七代先までその恩恵を受けられますよとか<ー>うん言ってで,でも自分がその人をこう例えばさばきながらこう生き続けた人たちっていうのはやっぱりこう。 何三悪道の世界の人たちなんだろうなって本当にそれに自分で気づくまで、うんうん、っていう感じかもっていう認識かも、うん、だから子どもにこう影響があるならばそのやっぱりやめたいしね、うん、でこう自分の中で改心しようと思った時にその改心がさその何 どんなにいい教えを聞いてもどんなにこう学んでもその,心の中がが、ね、まらなかった時があったた時あわけ、うんうん、確かに人がね「こう何もうありがとうございました」って言ったら嬉しかったし「そのあよかったこの人こう幸せになれる」と思ったら心の底から喜べたようん、うん、でもその何幸せをこう 感じても心の隙間からボロ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 落ちていくわけよ、うん、その幸せの感覚がんかつかめてない感じ、うん、そうそうそう、うん、たまってない、うん、でだからってこう何人を裁くっていうことがよくないっていうのも。 分かってる、うん、でもその埋まらないものをね埋めようと埋めてもらいたいっていう相手がいた時にその人にやっぱりこうああだこうだ言うわけよね、うん、言っちゃうわけよね、うん、そこでまたその喧嘩になっちゃってみたいな。でそうやってそのでもじゃあもうその何ここの胸のボロボロ穴が開いたものは自分でなんとかするしかないってもう行きくんだけれども、うんうん、そうした時にねあの 何私の中でその古い心の傷がそうさせているのかなっていうのがいくつもあった感情を何満たされないものをがあったんだはずってそこに目を向けてからさ私こう古い心の傷をこうどうか癒してくださいどれだけ神様にお願いしに行ったか。<laughs> <laughs> あの無宗教でありながらさ、うん、波のエジ神宮に本当にいまだに毎日通いながらよ、うんそしたらね、たくさんの恩恵もらえる、うん人のことをね恨まなくてよくなったしね、うん何、ゆきちゃん,、うん、なんかメールが来てるんですけど、ちょっと見づらくて、本当 <laughs> <laughs> いやいや、ここで,後で、ねうん、ちょっとこう、曲を入れてから。うん、はい うんうんうんはいえーただいま一時三十四分を回っておりますえー、気づきのパラダイス聞くカウンセリングセラピー今日は因果応報についてお話をしてますけれどもゆきちゃんなんかあるうんと このすごいちっ,ち,ゃちっぽけなことですけど、うん、自分がにっこりしたらにっこりしたら相手が笑ってくれるとかそういうちっちゃいことだったらあるねこれこう自分がこうやったことがそのまま返ってくるみたいなものはい、はい、性質は一緒だもんねむすーっとしてたら相手もなんか愛想悪かったりうん、うんうん、そうだよね、うん、でこれどっちかっていったらほらその何自分に 何自分がやったことが、はい、そのまんまこうこっちに何そのまんまを受け取るっていう考えでいいと思うわけよ、うん、こうなんかピーピー言ってるけど大丈夫かなうんでそのあ大丈夫放送には関係ないですはい私の問題ね <laughs> そうそうだけどこう何例えばこう何私自身のその性格ってあるでしょはいで 私の性格ってじゃあどうあるのって言ってどうやって培われたのって言ったらそのやっぱりこう何生まれた故郷でも違うしその生まれ育ったところでも違うし男女間でも違うし,その育,っ違うしその育った環境でも違うし出会った人たち持ってる価値観とか思い込みとか信念も違う中でその例えば優希ちゃんとなんかこうちょっと意見が合わないとするやん。 ただうきちゃんもそ,のそういったフィルター自分独自のフィルターを持ってる、うんうん、その中でのこう話し合いでしょ、うんね、そこの私思うのはその裏側にある何人に何かをこうするときに人に何かをしなかったきにした、うん、された言われたとかではなくてしたじゃないされたとか言われたとかではなくてその自分が何をやったか何をしてこなかったかだと思うわけ。 人に対して。うん、その後ろ側だと思うわけよ。うん、どんな意図を持ってそれをやったか、うんうん、例えばこう,相手こう相手に分かってもらおうと思ってそれをガーってやったらねこのお当然相手は拒否するだろうしねあの何,何で分からないのみたいな感じに責めたくったらね。うんうん うん、その拒否するだろうしその自分がこうでも本当に優しい気持ちでその人のことを思って言った時って多分それって相手に伝わると思うわけ伝わっててほしいですねううんうん、うん、うんみーちゃん上手やもんね。 上手やなって思う、本当にいろんな面で、上手だなって思うけど、でもそれって上手、下手、ありますうん、性格的な問題じゃない、心がやっぱ、根が純粋だから、その、後ろっにこう、何、歪んだ意図がないと思うわけよ、歪んだ考えがね、ストレート、すごいストレートに、こう、物事を発信してるわけよ、それはすごいいいことやなって思う。 心が綺麗じゃなないいとととできないことやと思うよ、うん、嫌なものは嫌ってはっきり言うし <laughs>、うん、で人のせいにはしないし、うん、私が嫌いだからこれは嫌みたいなね、うんうん、はっきりしてるしでその何ちょっとここ今ツイーキャストでイーサーさん「比嘉さん意見ありがとうございます分かってはいるけれど思いは募ってしまうばかりなんですよね」って、はい、じゃあ今度ちょっとイーサーさん向けのこうお言葉 イーサーさん向けに、うんうん、光を当ててちょっとか私の考え言わせてもらったらちょっと危ないこう恋の場合ね、うんうん、私思ったの,あの例えばゆきちゃんさ、うん、あどこの人だった生まれは京都です、うん、京都で生まれて、うん、女性として生まれて、うん、あとは、うん、日本人で、うん いついつ誰々のもとに生まれて。うん、これ宿命でしょ、はい、うん。宿命ってこう何？何って言ったらその？自分ではどうすることもできないこと。うん。インドのもそうよね。自分ではどうすることもできないこと。そのだと思うわけよ、はい、で。 その中でその、じゃあ運命って何って言ったら、運命ってその自分の選択によっていくらでも運命って切り開いていけるわけよ。うん、選択できるわけ。うん、でその、そうやってこう自分の人生っていうのは自分で作っていけるよって。その中であの大切なのは人との縁よ。うんうん、人との縁って何って,っ,って言ったら、縁はどちらに入るのって言ったら、 皆こう運命の方に入ると思いがちだけど違うよ宿命のうちに入るんよ出会わなければならなかった人その人はね出会わなければならなかった人例えば私の主人も出会わなければならなかった人いろんな人と出会ってくる中でそれを私はこの人と結婚したいと思ってこの人と 結婚したこことををよの,の人を選んだんだ、うん、で生活してるわけでしょでその時にその例えば不倫をしました、うん、私あの逆で言うよねこう旦那さんが例えば不倫をした場合、うん、その逆で言うよね <laughs> <laughs> いいですよ本当は違うけど <laughs> そこで突 <laughs> っかからないでくださいさっといきましょう 何も誰もツッコミ入れてないですよ。何も言ってないよね誰、うん、も。でその時にその、私が旦那さんに対してこうほら言うのは多分何自分の気持ちとしては言えるさん。うんで 私と旦那さんもその宿命の人、出会わなければならなかった人、どうすることもできなかった人だったら、旦那さんもその人を選んだってことは、その人とどうすることもできなかった人なのかな、うん、宿命でしょ、うん、ただ、私に、私がこう、旦那さんに言う分に、私と私のパートナーに言う分にはいいけど、私のパートナー、私以外の人と私以外の人が選んだ人っていうのは、 共に私が入ってるから、どうすることも初めからできなかったのよ。うん、意味わかる。わからなかった。わからなかった。飯田 <laughs> さんは意味わかったかな。うん。要は、私のことに関しては、いくらでもこう、どうにかできるけれども、選択できるの。もちろん、この人がいいなって思ったら。その。うんうん、その人を選ぶことだってできるし。はいはい、その、この人とまた共に過ごしたいって思ったら。そこに。過ごせるもんだと思うわけよ。うん、でも。 その何やっぱりこう許せないと思ったらちゃんとこう丁寧に、ね、お別れすることもできるしね、うんうん、それは自分でやっぱりこう別々の道を歩きたいと思ったらその自分自身で選べることなの、うん、ただその、相手と私が入ってない私以外の相手とその不倫相手。うん 同志は出会わなければならなかった人だったら、うん、私自身がその人を解決その別れてくださいって言うことはできない私が入ってないから、うんうん、それはこうよくねこう何不倫のお話は来るよ、うん、私のところにも、うん、そのどうしようってでその中でこう何一般的にはやっぱりそれ不定でしかない恋でしょ うん、いい顔法が働く前に諦めなさいってなると思うわけ、うん、でもその多くの,その女性はその「いやでも好きだから」とか、うんうん「どうにかしたい」とかその「あの人たちを別れさせたい」とかの相談がやっぱり一般的なでもそれは無理ですよってあなた以外の人たちのことだからあなたとその旦那さんがその 宿命だったら「であなたがそう運命の人と選んだ人でしょ」ってそのでもそのあなた以外の人たちを別れさせようと思ってもそれはこう何憎しみと嫉妬心とその罪悪感とそ,のそれらで全部ぶつけるはずだからそうした時にうまくいかないよって。 さてどうするってあなたはこう運命は自分で選べますよでも選ぶのはあの人たちを別れさせたいとかなくてあなたの運命を選べますよっていう話をしたらねやっぱりこう腑に落ちたって、うん、私には初めからどうすることもできなかったんだって、うん、自分とその主人ね旦那さんがそのあれだったらこの宿命だったらそういう人の出会いが縁が宿命だったらその。 すすることもでできないんですねあちら側の宿命の出会いも、うん、であなたがどうしたいかですよってじゃあ私はこうするって,決められて私が私のことをどう,しどうしていくかっていうことしか動かせないよ、うんうん、そう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 、うん、なのかなっていうお話をした時になるほどねって言われるんだけどねうん、うん、さてこれについてみちゃんどう思いますか、はい なんか大あくびしてましたけど。<laughs> いいね、むに <laughs> ちゃん。<laughs> ここ心地いいですよね、スタジオね。ねうん、この時間と、この涼しさと、この空間。<laughs> 眠気マックスになる時間帯。<laughs> いいね、そ <laughs>、ね、うですよね。はい、えっと、この時間は厚みです。今のわかりますわーって。ーありがとうございます。 これは何さんクーロンカイトさんですか、ね、ロンカイトさはじ、まあ、めまして、イーサさん、そうなんですよねって、結ばれることがなくても、出会うべきして出会ってしまった場合はしょうがないと思うんですよねって、うん、他人をこう変えようと思っても難しいけれども、自分がどうしたいか、それは選択、運命の選択はできると思います。うん、あクリューカイトさんですね失礼しましまた<ー>どうもはい えっとということでちょっとここでね一旦こうあれを入れようかな音楽を入れようかな。はい,はい、あれですね。うん 現状、を破壊するまではとは言えないんですけどねってそう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 はい、栗生海一さん、タイミング、偶然必然的なね、こうしょうがないってうん、あるよね、出会うべきして出会った人ってやっぱ必然的に出会った人だと思うもんね。 うん、イサさん、不倫、浮気っていうけど、心の浮気が一番だと思うんですけどね、苦しいね、心,心の浮気,浮気ってっ、心が奪われてるときが一番,、うん、一番苦しいよね、うんうん、女性ってこうどっちかって言ったら、間に苦しむからね、間つな、うん、がっている間に。 で、散々苦しんでも嫌って言ったらも嫌やもんね。あ、そうだね。そうだね、繋がってる間に苦しむね。繋がりも終わった途端、客観的に見るからね。うん、人の周りの人の声が、聞こえないもんね。うん、その時は聞こえないけど、別れてしまったら、周りの人の声が聞こえるやん。その時に、ああ、とってもひどい男だったんだって、みたいなね、なるよね。 目、うん、の,当た,りにの当たりにする、んでああ、言ったらよく言われるの、言ってたしだってね、そこでこう皆さんへ、ねこう、ちょっとイーサーさんにも当てはまえるかな。あ <laughs> えっと、私がこう以前ね、そういった女の子たちに、その苦しんでる女の子たちに送ったメールがあるわけよ。はい、いろんなことをこうした いやもうされた、うん、やってしまった、もう罪悪感と、そのもう、憎しみと恨みと、うん、うん、それでもう心が充満しきって、本当にやっぱり病気になっちゃうわけよね、うん、うん、病気になっちゃう。 うん、あイーサさん、うん、そうかひどいところになってしまうのか違う違う、イーサさんがひどいところじゃないよ、それ私の体験 <laughs> <そう> <laughs> もう、もういい、もういいっていうことがあったわけよ、その時に、うん、そにいろんな、ね、こう女性、女の子たちが、ね、こうブログを読んでくるわけよ、うんうん、でやっぱり似たような経験をしている子たちが多くて、うん、その子たちにやっぱもう泣きながら来られるわけよ。うん 本当に苦しいんだなって恋をしてしまってね苦しいんだなって思う子たちに送った、はい、それがみんなに当てはまるとは思ってないけれども、うん、そうさせておきなさいって、うん、相手がこうひどいことをこうしてきてもそうさせていいよって本当は究極は何もこうあなたは何もしないでいいんだよって男の人からひどいことを扱いをされた私が思うにはひどい扱いをされたなら怒っていいんですよって。 うん、怒っていいと思うわけよ、うん、ひどい扱いをされたんだったら、それが一度や二度あったら、みんな、女の人たち許してるよ、うん、男の人からひどい扱いをされたら、それ、怒らない方がおかしいよ、うん、うん、怒っていいんですよって、うん、でだけどその、あなたの中ではこう、究極はそれでもうまくいきたいって思うんやったらね、究極はこう何もしないでいいよって、何も変わらないでいいし、その今まで通りって、それで OK って。 何もしないということはそうしている相手に対してあなた自身は何もこう、あまりできることがないわけよ。うん、うん、その人自身はね、相手がこう、気づかないといけないことだし、相手の問題だから、うん、うん、で、うん、だから何も変わらないでいいよって、今まで通り普通にしててごらんって、うん、相手がこう、拒絶したいなら拒絶させときなさいって、うん、うん、相手が無視したいなら無視させといていいし、避けられときなさいって。うん うん、そこにこう、うん、分かってほしいって気持ちがあるのも分かる、うん、どうにかしたいという気持ちも分かるでもそれをしたところで余計自分で苦しまないといけないよって、うん、逆に罪悪感を抱えていかないといけないよってやってしまった後悔、うん、言わなければよかったってで大抵こうガーって男の人に言った後に罪悪感を持つもんね女の人って。 あ、みじゃないか。<laughs> いいか <laughs> 私、罪悪感がない人みたいに言わないで。<laughs> ごめん。ね、<laughs> 男の人が、ね、ガって言わないから、その前に。<laughs> そうだね、うん。こうね、相手をこう、何、相手からこう、避けられてるなら、こう、避けられてもいいしね、そうしてる相手に対して、その、うん、自分たちが何もできることがないですよって。うん、あまりね、できることはないよって。つまり、 自分たち自身ではその人をコントロールすることができないわけだからどうすることもできないってこと、うんうん、無視する相手もこう避ける相手も拒絶する相手もそれを全部包み込める器になったらいいんじゃないですかって好きならねうん,うん好きならね信じてあげたらいいんじゃないですかってでもそのそばにいれなくなった相手とかその何会えなくなった相手 うん、そういった人にもそれをこう何包み込めるぐらいの愛になったら愛があったらよ器になれたら、うん、その時はそれはきっと相手には伝わる,伝わるものだと思うって、うんうん、でもそのそれは完璧でなくてもいいと思うわけ全てでなくてもいいと思うわけその人の等身大あなたの等身大でいいですよってうん、うん、そのただこう二人でねこう 何過ごした楽しい時間っていうのがやっぱあったはずだから、うん、それに対してはその本当にあの楽しさはあの時間で十分って一旦はねそこから離れることもできるんじゃないってでそうして待ってあげたらいいよって思うの。うん、ということで締めていい、うん、なんとなく分かる 分かりますそこは信じるっていうのがすごい勇気がいりますよねなんかもうそれで本当に分かってくれてるのかなとかが確かめたくなるけどそこは信じて離れる本当に好きならね離れてあげることも愛なのかなって思うんだけれどもねさんも あの、いっぱい連絡来てるけど、ちょっとここでね、番組終わっちゃうんですけれども、うん、はい。えっと、カエルさん、それから、あの、クーロンカイトさん、また、あの、来週も見てくださいね。イーサさん、お願いします。あの、イーサさん、ちょっと後でコメントを送ろう。キ <laughs> ーさんも来てる。こんにちは。あーさん、こんにちは。今おっしゃった意識をしておりますが、本当一1、年で相手が変わりました。あ、そうやと思う。 変わる。あ、もう終わっちゃうみたい。また来週ね。<laughs> さようなら。うん